あの地獄に落ちてほしくなくって、うん、もう本当この現象を信じてたら地獄行くのはもうね当たり前なことなので、それだけは本当に私知った以上もちゃんと教えてあげなきゃいけないと思ったので、それでね、死んでから後悔しても遅いんですよ、もう亡くなった時。いや生きてる間にもうだって悲惨ですよ。現象会員というのはもうまず貧乏、貧乏、貧相、人格破壊、破壊、統合失調症、だから一家離散、家庭不和、だから破産、倒産、そうなってみんな辞めていくわけです。うん、まあその手前まで来てね、うん、おかしいかな、おかしい、いくらなんでもおかしい。人の100の方、あ、それで平成11年になってたよ。それまで7体の常住ご本尊、常住ご本尊ってわかるよね、意味。常住ご本尊っていうのは要は歴代ご商人が直接書いてるご本尊、だから本当に木質がはっきりしてるわけです、はい、だから世界中に1体しかないんです。そうですね、うん、で、岡谷ご本尊というのは、まあ、昔は版木を彫ってそれをこう版画のように刷ってたんだけど、はい、最近の岡谷ご本尊、この日刊商人のご本尊というのは、まあ、印刷ですよ。印刷なんです。印刷、そうそう、水波服っていうのは、あ、この岡谷ご本尊というのは印刷ってことだ。印刷ご本尊ってこと。あ、岡崎本尊っていうのは実際にあるのですよ。ありますけど印刷なんです。印刷なんで、それはなんか彫ってあるものにインクを塗って、いやそれは古来はそうしたけど、今はだって本当に印刷できるんだから印刷するわけです。ただそこに開眼供養、芸家しかできない開眼供養されてるかどうかの問題なんです、うん、でこの一番最初の60年の証言の時はその型に要は印刷、日刊商人の印刷ご本尊は数百幅いただいたって言って、はい、でさっき言ったその平成5年になって急に大量にな、そこが大量になっちゃうわけですね。でもその時も別に日府商人の大福型にご本尊の話は何にも出てないんです。つまり7体の常住ご本尊と日刊商人のご本尊っていうこの括りだけだったんだよ。ただ変化があったのは数百幅から大量に変わっただけで、一応は 7体の常住ご本尊と日刊商人の岡谷ご本尊っていうことしか述べてないわけ。ところが平成11年に突如並びにって そこにプラス急にするわけ、並びに日府商人のお方に大福お方にご本尊を多数用意してくださったのであるっていう、今まで全く言ってなかったものが突然現れたわけ。おかしいです、おかしいです、ね、これは普通に聞いてのこと、後から作ったなって思います。でこの頃ですよ、この頃から全国に検証官会館がどん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 出会っちゃう。だからです、数が上がっちゃった。だからですよね。そうで、このことももちろん内容証明で僕は再生に追求してるからね、うん、もし日府商人の大福型にご本尊が存在するんだったら証明してみせろと、うん、そもそも誰からいただいたんだと、それが私もすごく不思議に思ってました、うん、こんなに快感があって、うん、あのどこからその出てくるんだろう、すごくそれは、そうで、この件はもうなんつうの、で、ね、大福型にご本尊が絶対存在しえないってことは、そのご本尊のことを少し勉強すれば誰でも分かる。なぜかと言ったらお方にご本尊というのは、はい、ある意味まだ信仰が欠如してない人に対するところの仮本尊という意味もあるわけ、はい、そうだけど大福ってことはさ、はい、大福ってことはもうそこはある大きな拠点であって、はい、大勢の人が集まるわけで、はい、そこの元首というのはもう信心欠如しているね、大抵なんかしこないような人なわけですよ、はいはい、そこにだよ、はい、お方にが下げられるなんてことはありえないんだよ。必ず何々アンチとか常住ご本尊じゃないか、おかしい、うん、常住ご本尊っていうのはまた何ですか。直接芸家がお書きになって、ね、ちゃんと願書の名前が載って、はい、それでご安置の場所もちゃんと銘打たれるんですよ。あ、だからお寺に準ずるわけだから、そうです、あの大福ってことは大きなご本尊がご奉敬されるってことは、もうその場所はある意味会場となる、大勢の人の信心の道場となるっていう意味があるから大福ご本尊がご安されるんだから、そういうものが普通だったら会館に、そうそう、普通だったらあんなきゃいけないものですね。で本物なら常住じゃない、その霊下の直接
書きになって、その会館の名前が載ってなきゃいけない。あ、そうなんですね。そう、だからかの学会ですら、すべての会館は岡崎本尊ってありえない、ありえないの、そんなこと。新人に分かる方はもうそれは、うん、もうそれだけでおかしいと。だから大福でね、お堅になんていうのはどっから生まれたんだってことを証明してみせようと、こういうふうにまあ送ったわけですよ。でこと重要な本尊について、これだけ私は検証会にしてみる誹謗してるわけだから、はい、でしょ、もし本物なら、はい、大変な誹謗だったら、その誹謗してる人間についてはどんな そやつが立場がないやつだろうが、小粒であろうが、はしゃくしなきゃいけない。そうですね。それが仏弟子として の正しいあり方だ。そうなんですよね。相手が立場があるから釈放するとか、そうです、立場がないやつだったら放置するとか、スルーするじゃダメなわけ。そうですね。で俺がね、巷でこんなこと言ったら、喋ってるだけだったらそれはいいよ、はい、いちいちそんなの相手してる暇はないと、はい、だけど30枚か40枚の論文にして、それで内容証明でちゃんと大宮の浅井翔平殿と送ってるんだから、これを見過ごしちゃったらもう浅井翔平さんは要は仏弟子として義務を果たしてないってことになるんです。さっき言った法華経の仇を見て置いて責めずんば、師団ともに無間地獄は疑いだからです。浅井さんもそれから検証会もみんなひっくるめて、師団とはそういうことだからね、師匠もそれから信徒もみんなひっくるめて地獄に落ちますよって大丈夫言ってる。どう思います、これを聞いてですか、今の話をお聞きになって。何かね、保健所がまだ分かってないですね。だってあの浅井先生はもう何年も前ですよね、その送ったのは、うん、もう何年経つ、3年、2年か3年経ちますだけど、現在盗んでもないですよね。しかもちゃんと返答期限もちゃんと書いてた。何月何日までの返答期限とすると。それも何の音沙汰もないんですよ。うん。